白神岳山頂部の鉱山植物群白神岳、山頂白神岳は青森県にある山。標高1235メートル。一等三角点の標高は1231.9メートル。世界遺産登録の白神山地にある。日本200名山の一つである。山頂付近は偽鉱山帯で森林限界となっている。山頂からは 白神山地革新地域の雄大な景色を望める。山頂にはトイレと避難小屋がある。白神山地の最高点は白神岳の北東約4トルにある標高線2 5 0ルの向かい白神岳であるが登山道はない。白神岳に対して向かい白神岳は女学とも表記され一体として捉えられていたという説もある。白神岳の山頂は 南北1キロメートルの馬の背のような稜線の南端にあり、山頂には一等三角点がある。山頂付近には1984年8月に登山家の長谷川常夫が地元の子供たちと登山記念に建てた氷柱がある。山頂から南西には二股コースに下る道筋がついている。山頂から北に少し移動し、 うずら石沢に下る踏み跡を50メートルほど下ると水場がある。山頂付近に水場がある山は珍しい。60メートルほど北に進むと白神岳避難小屋がある。ここから東側に向かい白神岳への稜線が続いている。道をさらに30メートルほど進むと草地の中に大きな工場石があり、 その隣に白神大権現の祠がある。この付近の草場は高山植物体となっている。決して大きな鉱山植物群落ではないが、わずかばかりの面積の草場に5月から9月まで数多くの鉱山植物が咲く。この付近の西斜面を下ると種まき縄白い池があり、年中枯れることがない。さらに付近の岩場には 吹雪穴と言われる人が2.3人入れる穴があり、この岩場を吹雪岩という。山頂付近の岩場はここだけである。祠から北に向かう道は一本道で、やぶが、多いが途中で一箇所海岸方面への展望がきく場所がある。白神岳が初めて記録に残されているのは、1645年、広崎藩が幕府に提出した。 道の九国津軽群の絵図である。この図では白上岳は白上の額と表記されている。江戸時代の気候家であった菅江雅美は白上岳を白、上の山や白髪山などと表記している。秋田県八方町からは春の白上岳山頂の雪形が上の字に見える頃があり、雅美はこのため白上の山と呼ばれるのではないかと記している。 また、マスミは、小賀の戸賀にある、白神大明神で、紀州の、白神という磯浜と北海道真っ先の、白神岬とこの城、神学を挙げ、白神の名前の由来について、別の考察をしている。また、海の上で神路を失った時に、白神大権現に祈れば、白い旗を持った神が現れ、神路を示してくれるという伝説も地元に残っている。 白神岳は地元大前津の人たちが旧暦8月1日に登山を行い祈りを捧げてきた信仰の山でもある。深浦町岩崎地区には白神の学と岩木山は姉妹の関係にある。女ぶりの良くない姉が白神の学の神となり、下の妹が岩木山の神となったので岩崎の人々は 岩木山を、下の神の山というようになったという伝説がある。津軽地方が、東霊風の山瀬で不作になる時にも、この白神岳が盾になり、西側の地区を、霊風から防いでくれたという。1993年に、津軽平野が山瀬で記録的な例外になったのに、対して、この地区では平年作程度であった。 白神学山町から3分程度だった場所に水場がある。昔の白神岳山系では、この水をご神髄として扱われ、汲まれて里人へ振る舞われた。夏は水量が少ないこともあるが、枯れたことはないという。この水場の水と薬島の水が、広島市の原爆ドームが世界遺産に登録された、際の記念式典に、県水された。 1984年白上岳避難小屋設置準備会による募金活動と行政の補助金等で山頂に避難小屋が設置された。この小屋の天井には募金者の名前が刻まれている。総被場づくり3階建てで収容人数は30人である。建設当時は日本一の避難小屋とも言われ、長谷川常夫のアドバイスも得て建設されている。 隣接するトイレは1997年に青森県が設置した。年に1回ヘリコプターによる組み取りが行われており、山岳環境保全の模範施設となっている。2019年10月15日、老朽化した白上岳避難小屋が建て替えられ、この日から利用可能になった。一般的なコース。JR 白上岳登山口駅から山頂まで徒歩約5時間30分。 登山口のバス停及び駐車場から約4時間30分。松山は白上岳山腹にある841メートルの山である。このコースは1983年の白上岳登山大会の際に岩崎村教育委員会が開設したものである。駐車場を登山口二股分岐最後の水場、松山分岐。 狩猟線、大峰分岐山頂 6.5km に、古分岐までは、青森ヒバなどの木が茂っている。最後の水場では冷たく美味しい水を飲むことができる。狩猟線は、ブナが立ち並び、ブナ街道と言われている。二股コースは、昔から登られた伝統の登山道である。途中で川を二度飛び石で渡ることになる。 山頂までの道のりも急で、ロープが至るところに取り付けられており、川が増水時には非常に危険である。2003年7月から整備されたコースだが、もともとはこのコースがメインのコースであった。危険であるためにマテヤマコースが1983年に作られた。ただ、距離が短いためにマテヤマコースよりは短時間で登ることが可能でもある。 昔は、旧暦の8月1日になると、遠方や、近隣の住民が夜明け前から山登りをする行列で、黒崎地区住民は眠れなかったという。最後の都下から50メートルは、最大の急凍となっており、標高780メートル地点には、うばい市という割れ目がある石がある。このうばい市には、現在古戦が置かれているが、 昔はこの奪い島まで一気に登ることができない人は、白神だけ登山の資格がないと戻されたという。このコースはロープが至るところにあるので、軍手などの装備が必須である。駐車場登山口二股分岐二度の都下、急坂を直東山頂 5.3km このコースは1963年7月31日、深浦英林所によって完成し、 さらに1982年に岩崎村が観光コースとして整備したもの。しかし、世界遺産革新地域に接していて、最近は刈払いが全く行われておらず、登山道は、やで覆われて、道が見えずに、滑落の危険がある上、登山道自体にも植物が繁茂し始めて、事実上廃道状態に近づいてきている。通貨は、危険を伴うから、利用は進められない。 十二個、青池大崩れ崩れ山、大峰学、主稜線、大峰分岐山頂。ありがとうございます。